どうもこんにちは、タカです。今回は妖怪ウォッチ2元祖編で激ドラゴン、レジェンド妖怪解放に必要な激ドラゴンを捕まえに行くというか、まあ激ドラゴンはムカムカデの進化系なんで、ムカムカデを捕まえに行きたいと思います。レジェンド妖怪の解放に、激ドラゴンが必要で、激ドラゴンはムカデから進化するんで、そのムカムカデを捕まえに行きたいと思います。よし、場所は木内山らしいです。木内山、現代かな過去かな、ちょっといまいちわからないんで、まずは現代から行ってみましょう。うん、それがいい。ムカムカで、うん、名前がなんか怒ってそうな、おこ激おこ激おこぷんぷん丸的な感じですね。ムカムカで激おこ、え、激ムカデか、激おこムカデ、あれ、ちょっと名前がややこしになってたな。ケマモト正面岩前、よっしゃ、現代かムカムカデおるんか。おった、普通におった、いましたよ。あ、カワソ向けられた。そういえばパーティーどうなっとったっけ、俺。スタートじゃなしに。控えのメダル。手持ちは、帰れまておるな。ムカムカでの好物はハンバーガーらしいんで、ハンバーガーをやりましょう。うん。お、3体で出た。アイテム。ハンバーガー。圧巻ベーグルでいいかな。パンか、これ。もぐもぐバーガーにしときましょう。アイテム使う。うん。キャッチ。取り付いてくれへんかな。あ、お前じゃないって。お前じゃねえよ。よし。つつこう。夏木、夏木、夏木、夏木どこや？夏木が、また。よし。左のやつにも、圧巻ベーグルじゃなしにもぐもぐバーガーを使うと。よし、これで手に入ったんちゃうかな。 OK、 完璧でしょこれ。完璧、あとは時間進めるだけ。入るか。勝利。入らへんのかい。いや、入れよ。今の完璧って言ったら俺恥ずかしいやん。完璧ちゃうかったやん。次のムカムカで行きましょう。お、漏れ像はほっといて、こっちも漏れ像。エリアチェンジ。上おるか、ムカムカで。貧乏医と、貧乏医。やっぱ下か。うん。ムカムカでさん、おった。よし。捕まえましょう。アイテム。もぐもぐバーガー。よし、取り付き。いいね。ここまではいい感じ。我慢された。アイテム。ここで、もぐもぐバーガー。よし。好物やろ。早く仲間になれ、ムカムカで。どんどろんせよ。ホーセーマイフレンド、早く取り付いたれ。よし、いいね。見つからんぞ。ない、ねえよ。まだいける。いってもだ。ただ仲間になったんちゃうかな。うん、
確率的には仲間になってもおかしくないはず。あれ？仲間なりにくいん？もしかして。漏れぞ。ムカムカで。よし。今度こそ、アイテム。もぐもぐバーガー。罠使ったらまずいかな。お、サボってる。ちょうど。つつくいいね。ここまでは順調なんやけどな、毎回。アイテム。もぐもぐ。スカウト。よし、あとは倒すだけんで、仲間入るか。お、レベルアップ。マジか、嘘やろ。3回やって仲間入らへん。ムカムカで入手しにくいんかな。まあここは根気強くやっていきましょう。うん、左寄ったガキか、ガキか。ガキ。漏れぞ。ガキ。お次は、ムカムカで。うん。まあ、ここら辺は運なんで、粘り強くやるしかないっすね。お、3体出た。ホウセがまず取り付くと、ホウセが取り付いてから、どこや、見つからへん、どこかわからん。倒しもた。相手に使う。うん、ああ、左倒しもた。マジか。ふう、今回は微妙やったな。3体出てたのにな。3体出てきたのに結構微妙っすね。で、こういう時に逆に仲間入る。ほら。こういう天の弱なところが嫌い。倒したムカムカデが近づいてきた。よし。負けた。ムカ、お前友達になって仕返しさせろ。友達になって内から破壊。仲間になって破壊するって結構リリシコい。ムカムカで。つけます。お前はあれや。おこや。うん。おこ。んで、激ドラゴンには、26レベルぐらいで、確か。なったはずなんで、入れ替える。手持ちのメダル誰抜こう。じゃあジバニャン戻っといてくれ。おこと交換や。で、今アイテム持っとったかな。アイテム持ち物、神経検知玉使っとろう。おこに。いいね。お、進化しそうだ。進化させますか。はい、もちろんです。進化させます。出た、激ドラゴン。さあつけますよ。こいつはもうあれやろ。まあ想像の通り激おこっすね。激おこ。プンプン丸でいいし、プンプン。プンプン丸にしようかな。そのまますぎて面白くないから、プンプン丸でいこう。プンプン丸。プンプン丸。うん。ラリル。オッケー。もう尻尾のあの、尻尾っていうんかな、尻尾のあの揺れ方がほんまに怒っと感じの表してますね。
ゲット。あ、激ドラゴンニョロン族なんやな。はい、今回は、レジェンド妖怪解放に必要な激ドラゴンの入手方法と、まあ、好物はハンバーガーなんで、ハンバーガーを与えてゲットしようっていう動画でした。場所は木内山、現代の木内山ですね。ぜひ皆さんもゲットしてみてください。では今回の、実況はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。